こんばんは、ミネラルウォーター大全伊藤です。今日はアルカリイオン水朝霧、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。ですね、採水地が山梨県南鶴郡西桂町、西桂町ですね。私はここにはですねかなりの回数行ったことがあります。多分50回以上、余裕で多分50回以上行ったことがあると思います。いつもですね、大月市からですね、大月まで高速で行ったりして、まあ国道で行く場合もあるんですけども、大月から南下して国道139号線を使って富士吉田市まで行くんですけども、その途中にあるのがですね、西桂っていうところなんですね。とてもいい場所で、なんていうんですかね、のどかと言いますかですね、いつもバイクで行くんですけども、とても本当に走ってて楽しいところなんですね。国道はそう、結構交通量が多くてそうでもないんですけども、ちょっと外れたところに入っていくと、自然が多くてですね、ミネラルウォーターの工場とか倉庫とかもありまして、楽しめる場所、水好きには楽しめる場所だと思います。皆さんもですね、神社、水に関する湧水がある神社とかですね、そういうのもありますんで、結構楽しめる場所だと思うんで、皆さんも興味があったら行ってみてください。販売者が株式会社、前川インターテックですね。その他は高度が 79.4、 pH が 8.6 ですね。大変飲みやすい水です。西桂の水っていうのはですね、誰が飲んでも嫌いとは言わないような癖がない美味しい水なので、ぜひですね皆さんにも味わってほしいなと思っています。それでこの製品ですね、私大塚食品、ポカリスエットとかですね、カロリーメイトとかが売られている自販機で手に入れたんですけども、今までもちろん私はですね全国で、大塚食品の、自動販売機を見てきましたけど、初めてこの水を目にしたんですね。もしかしたら新製品なのかもしれませんけども、本当にこの江東区のボタン町というところの自動販売機で手に入れたんですけども、なんでここにこれがあったのかなと思ったらですね、今ラベルを見てて気づきました。販売者の株式会社前川インターテックってとこがですね、江東区のボタン町なんですね。ですからその前にある、その近くにある自動販売機で、売られていただけなのかもしれません。ただもちろんこれはね、全国的にどうなっているかわからないので、これから私しっかりチェックしてですね、この製品がどれぐらいの範囲で売られているのかっていうのを知りたいなと考えています。先ほども言いましたが、今私が皆さんに教えられるこの製品の入手先っていうのはですね、東京都江東区のボタン町というところにあります、自動販売機、大塚食品の自動販売機です。興味がある方はですね、ちょっと、他の地域の方々には難しいかもしれませんけども、近く、それとも例えば職場が近いとかですね、行く機会があるっていう人はですね、一回こう探してみてくれ、探してみて、買っていただいて飲んでもらえると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。